A 団9000系電車、A 団9000系電車、A 団9000系電車は、低都高速度交通 A 団、A 団の通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 団民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された、南北専用の車両である。相互直通運転における東急目黒線、南北線、三田線、 埼玉高速鉄道線との車両申し合わせ事項の規格を満たした車両であり、1991年、平成3年11月29日の南北線の部分開業に合わせて4両編で登場した。同線のラインカラーであるエメラルドの帯が入っている。新道線に使用する車両ということで、形式称号は 01K など、0シリーズ形式の登場以後ながら、09K。 というような形式称号になっていない。本系列は21世紀を施行し、先進技術の導入、地域との調和、人に対する優しさをコンセプトに製造された。車体は、東西専用の霊語系とほぼ同じ構造の、アルミニウム合金製20メートル車体であり、側面に、客用ドアが4カ所ある。車体材料には、アルミニウムの中空や大型の押し出し型材を使用し、 これらを連続溶接工法で組み立てている。前頭部は流線型に近く、フロントガラスは側面にも回り込ませた曲面ガラスを使用し、運転手の視野を確保している。前面には、プラグドアによる非常用貫通扉を廃し、非常脱出用のはしごも設置してある。6両編成を蘇生し、電動車と付随車の構成、MT 比は 4M2T、5次車は、 3M3T、8両舵は 4M4T である。南北線は急曲線や急勾配が多く、従来の直波制御ではそれに対応する直流電動機の出力などにも限界があり、より出力の大きい三小誘導電動機が使用できる VVVF インバータ制御を映画で、はじめ本格的に採用した。初期の車両では GTO サイリスタ素子を用いた方式を、 採用していたが、二次車以降では、イベット阻止に変更された。三小誘導電動機の採用で、保守軽減が図られたことから、A 眼地下鉄では初めて車内床面の種、電動機点検外、トラップドアは省略された。保安装置には一段ブレーキ制御機能を持つ新型の多段式 CSATC を採用した。これにより細かい速度制御、乗り心地の向上が可能となっている。 さらに安全性や停止精度を高めるために人工知能 AI を組み込んだ ATO を採用し、これにより出発ボタンを押すだけで加速から駅停車まで自動運転が行われる。ATO 運転時には立行、減速操作ともに31段の多段制御を採用、また低速運転機能を採用することで乗り心地を向上させている。 ATO 運転時における安定した回線ブレーキが確保できるように変電所3カ所に電力回線用インバータを設置している。これは列車の回線ブレーキが他の列車で吸収されない場合には回線、ブレーで発生する電力を変電所のインバータで吸収、変換して駅の照明やエスカレータの電源として使用する。南北線では列車無線装置に 在来方式の誘導無線 IR 方式に変え、漏洩同軸ケーブル LCX を使用したより、電波品質の良い空間波無線 SR を栄岩で初めて採用した。さらに、これまでの非常発報機能に加え、緊急時に列車防護が行える防護発報機能を搭載させた。また、運転指令書より列車無線を通じて運行中の全列車への車内に、 一斉放送ができる機能がある。ワンマン運転用として ATO 装置を装備し、ホームドアに対応している。また、A 段として初めて車椅子スペースや、車内客用、ドア上部に二段式の LED 式、旅客案内表示器を設置した、ご自社の案内表記は、液晶ディスプレイ式。この他に、自動放送装置や車外スピーカーを搭載する。また、 通常の車掌用放送操作機、ドア開閉装置、車掌スイッチも備えており、鳩ヶ谷駅、浦和美園駅、武蔵小杉駅、日吉駅で入庫の際、運転士が直接目視で兵費を行う場合や、東急東横線内で臨時列車として車掌が乗務する際などに使用される。安全対策として、車内客用ドアの飛ぶクロブには都平検知センサーがあり、 手が引き込まれそうな時には回避動作を停止する機能やホームドアとの連動機能がありホームドアに物が挟まれた場合には2回まで自動でドアの再開閉が行われる車内の非常通報装置にはワンマン運転用として乗務員と相互通話可能なインターホン方式を採用したこれは各車両の左右の壁に2箇所ずつ1両あたり4台と車椅子スペース部 同設置車は5台に設置されている。ただし、5次車は各車両を2台の設置。乗客から通報があっても10秒間運転士が応答しない場合には、列車無線に接続し、運転指令所の指令員が応答するシステムとなっている。また、乗務員室仕切り扉が電磁作業対応となっている。これは、緊急時に乗客を避難させるために使用するもので、扉上には、 通行かと表示され避難できるようになっている。さらに異常時における列車防護として全頭点滅機能がある。乗務員室はワンマン運転設備の設置で危機器が多くなることから従来車よりも広く線路方向に約2.2メートル確保され、このために先頭車は中間車よりも66センチメートル長い。乗務員室内の配色はクリーム色、運転台は 茶色の配色である。中央にワンハンドルマスコンがあり、ATO 出発ボタン、ドア開閉ボタン、非常停止ボタンなどが設置してある。景気板右側には、車両情報管理装置のモニター画面が収納されている。また、左壁や運転台の右周部も広げ、機器を設置しており、運転席に座った状態で、あらゆる操作ができるよう機器を配置している。 運転手用放送操作機、運転手操作機は使用しやすいようにマイク型で、ワンタッチで連絡、両乗務員室間連絡用、車内放送、車外放送、各左右別用が切り替えできるものとなっている。乗務員室と客室の仕切りには、窓が3箇所あり、客室側から見て左から順に大窓、乗務員室扉、細長い窓であり、大窓のみ車高ガラスが使用されている。 車高膜は大窓、乗務員室扉窓に設置してある。TIS にはワンマン運転時の乗務員支援、機器故障時の車上検査機能、処置外ダンス機能を搭載した。さらに機器の遠隔操作機能、ブレーキ遠隔解放、制御遠隔解放があり、故障時における迅速な対応ができるようにした。開業時は、市場式 CCTV。 クローズドサーキットテレビジョンホーム監視用モニターを採用し、運転台からホームドア上部のセンド側にあるモニターを見ながら、途平操作を実施していた。その後、全線開業の際には、車上方式に変更し、車掌台上にはホーム監視カメラからの映像を受信するミリ波受信機が設置され、全編成に車上 ITV、車上モニター画面が設置された。 現行の編成では編成蘇生や機器の違いからそれぞれ故障方法がある。第1.035.07編成は A 編成、第2.046.08編成は B 編成、第09から15編成は C 編成、第16編成第21編成は D 編成、東京メトロ以降後に新造された第22.23編成は E 編成と呼ばれる。 A 暖の公式な資料においても、この故障方法が使用されている。4次車までの編成では、インバータ制御による集中式の容量 48.9kW、42000kcalH ロロの冷暖房装置を搭載する。南北線ではワンマン運転を行うため、冷暖房装置は、細かい操作の不要な全自動モードにより、運転することができる。 車内は冷房ダクトによるラインフローファン方式でラインデリアは先頭車に9台中間車に10台設置している。また車内放送用スピーカーは各車6台ある。側窓は車タンブは固定窓、それ以外の2連窓は開閉可能な加工窓である。1990年平成2年11月に川崎重工業で第01編成。 9101920193019801の4両が製造された。落成当初、行き先表示器は、前面が字幕式で、側面については方部からの視認性が悪いことを、リーとして、準備工事とした、工術の東急目黒線直通改造の項も参照。戦闘車側面の帯は、前面から側面まで一本につながっている。 客室のカラースキームは内張りに、ベージュ系の光沢化粧板を使用した。本車両では、試験的にパープル系、オレンジ系の2色を基本とした座席モケットを4種類、床材は、石畳の散歩道をイメージしたものを4種類、4両、すべてを異なったデザインで試作し、営団関係者にアンケート調査を行い、量産者に反映した。ただし、試作した座席モケット、床材は、 後年に張り替えられた。車内の座席はバケットタイプのロングシートが基本であるが、車端部にはクロスシートを千鳥配置で設置した。車内はステンレス製の手すりにはベージュの焼き付け塗装がされている。荷棚は見通しの良いアクリル板とされ、これは後年に通常の網棚に改造された、さらに荷棚受けや広告枠、押し面などのアルミ材にもアイボリーの塗装品を 使用している。また、側窓、つまめ窓枠は FRP 製であり、当時の南北線は全線近く間であったことからカーテンは設置しいなかった。袖仕切りは FRP 製形品とされ、仕切りの内側はモケットが貼られた他座席下の、ケコみ板は茶色に着色された。これらのことから本形式における車内は、金属の質感を抑えるための項が従来車両よりも、 多く見られる。当初の4両編成では9300型に車椅子スペースがあり、この場所の壁には折りたたみ式の二人掛け座席が設置され、ただし一時車も含め後年にこの座席は廃止された、上部に荷棚も設置された。客用ドアには服装ガラス構造が採用され、連結面の貫通扉には下方までガラスの拡大された扉が採用された。 当初の編成における9201から9301は、三菱電機製の g t o o s o を用いた VVVF インバータ 1C4M2 群、4500A2300A を搭載している。補助電源装置は三菱電機製の 150kW 出力 DC-DC DC コンバータ出力電圧は直流 600V を採用した。 主回路は7 5ットを2群で構成し、VVVF インバータと合わせて4両編成時における、故障時の上昇化を図っている。空気圧縮機は、レシプロ式の C-2500LB 型を両戦闘車に搭載した。台車は0 3系や0 5系で使用している SU、民電式、硬いバネ式台車を基本として、南北線における、急勾配や急曲線においても安定して、 走行できる、要前後支持合成を、さらに低減させたい ES ミンで式軸箱支持方式を採用した。さらに、空気バネをマイコンによる自動制御として、直線走行時の安定性や、曲線通過性を向上させている。基礎ブレーキには0 3系、0 5系でも、実績のある、保守の容易なユニットブレーキを使用している。千代田線において、各種試験を実施した後、 1991年、平成3年7月に、トレーラーで陸送され、地下の王子車両区、現、王子車区に搬入された。後術の一時車と同様に、同年11月29日の小込赤羽岩渕間開業時より、営業運転を開始した。量産車は試作車の試験結果を踏まえて改良が加えられ、1991年、 平成3年6月から7月にかけて落成し、綾瀬検築に搬入された。同検築で整備後に試作者同様に、王子検築へ搬入された。このグループは1991年、平成3年11月29日の南北線第一期、開業用に、第02から07編成が、翌1992年、平成4年4月に検査時の予備とし、第08編成が、 川崎重工業で申請された。制御装置は、第02から04編成が、日立製作所製の GTO 阻止第05から08編成は、三菱製の GTO 阻止を搭載した。外観では、先頭車運転室とビラ部の帯が、前面に回り込む帯と側面体に分かれている。これ以降このスタイルで統一されている。車内は、 手すりの塗装をやめステンレス無塗装。二棚は従来の 01K 以来使用しているステンレス線を格子状に溶接した網棚式に変更された。座席、床材は9103号車のデザインが正式に採用となり、座席、床材は沿線に点在する公園の藤の花をイメージしたパープル状に統一。ただし、優先席部の座席は青色した。座席はバケット式だが、 試作者のセパレートタイプではなく、連続型となった。当初は試作者と同様に4両編成、9100920093009800で蘇生されたが、四つや駒込間の延伸開業の際に、6両編成化による編成外を実施している。第2.046.08編成の9200から9300は、 それぞれ、第1.035.07編成の9600から9700に、階板の上で組み込まれた。残った、偶数編成の9100.980では、申請された二次社の9200930096009700を組み込む形で6両編成化された。なお、9300型は6両編成化時に、 車椅子スペースを9200型に移設した際、同スペース撤去後に本来は、クロスシートにするべき場所をロングシートにしたため、シート配置が不規則となった。A 編成の9700型は、当初9300系であったため、その車椅子スペース上部には、2棚が設置されていた。それは九千七百系番も残されているが、型から移設した系の、 同スペース部には、二棚が設置されていない。1992年に増備された第08、編成は、従来車両とほぼ同一仕様であるが、台車は ES 民電軸箱指示としながら、軸受けを、倉型構造に変更した。なお、後述の編成外により、現在は、第08編成の両先頭車と、 第07編成の9607.9707号車がこの構造である。1996年、平成8年3月26日の四つや、駒込間の開業用、及び6両編成化対応として、1995年、平成7年11月から1996年、平成8年2月にかけて、第09から13編成の全車両及び、 第2.046.08編成の9200930096009700が川崎重工業と日本車両製造で製造された。9200930096009700の制御装置は日立製のイベット素子による VVVF インバータ3レベル方式 2000V325A 1C2M4 群に変更され、台車は、モノリンク式、ボルスタレス台車に変更した。この台車は、千代田専用の06系などで採用された、SS135 系、SS035 系台車をベースに、本形式の従来車両と同様の、ユニットブレーキ構造を組み合わせた台車であ。補助電源装置の DC、DC コンバータはロワットを二台構成から百三十 キロワット1台に集約、合わせて、コンバータ素子を GTO からイベットに変更した。試作車及び一時車の6両編成化にあたっては、VVVF インバータの使用素子が、同一編成内で混在することを避けるため、一時車の偶数編成の9200から9300の2両を抜き、奇数編成の9600から9700として、組み込み、また余った。 空数戦闘車に申請した中間車4両を組み込み6両編成化した。なお、この組成変更により、第01編成のみ三菱電機製と、日立製作所製の VVVF インバータが混在することとなった。同一編成で違うメーカーの VVVF インバータが混在する編成は、現在のところ、第01編成が唯一となっている。 車体は一時車とほぼ同じであるが、アルミ合金材質を統一し、廃車時のリサイクル性の向上を図っている。外観では、前面の行き先表示、運行表示が LED 式になった。さらに、台車の設計変更により、床面高さを 5mm 低く、1155mm、1150mm、さらに車体高さも 5mm 低くなった。車内では、 側窓枠、つまめん窓枠はアルミ製に変更となり、側窓枠にはカーテン設置用のレール引っ掛け要項も準備された、カーテン自体は未設置。袖仕切りは前年に落成した半蔵門専用の8 0 0 0 k 6車と同じ形状のアルミ製で丸みを帯びた形状に変更された。座席は掛け幅を 440mm、450mm に拡大し、けこみ板は、 無塗装品になった。さらに車椅子で車両間の通行ができるように貫通路の幅を 800mm から 900mm に拡大したため、車端部のボックス式、クロスシートは廃止された。車椅子スペースは9200系、9700型に変更し、折りたたみ座席を廃止した。従来の吊り革形で白色品は、 座席前線度方向とドア付近枕木方向のみであったが新たにドア付近線度方向へ増設がされた。運転台では TIS はカラー液晶化とシステムの変調方式と伝送速度の向上化、等級乗り入れに備えて運転台保安表示等を8点から13点に変更した。一時車も同時期にカラー液晶に変更されている。 一ヶ谷駅付近に有楽町線との連絡線が設けられたことから二次車以降はメーカーから公衆輸送後綾瀬検築で整備を行い同連絡線を経て南北線に搬入されている1997年平成9年9月30日のため池山の四谷間の開業用に東急車両製造で第14.15編成が製造された室内や 外観の仕様は二次車と同じである。電動車は三菱電気製のイベット素子を搭載している。2000年平成12年9月26日の目黒、ため池産農館の開業用に日本車両製造で製造された。1999年平成11年10月に第16.17編成が2000年平成12年4月から5月に 第18から21編成が落成した。電動車は、東芝製のイベット素子による、高耐圧、大容量の2レベル VVVF インバータ、1C2M3300V、1200A3、軍制御を搭載している。ただし、2.3自車の制御装置同様に4、軍構成としながら、3軍を使用しており、将来の8両火事に4軍制御化ができる、要配線準備がしてある。 当面は六両編成で運用することから、中間車の動力軸分散により、9300の赤羽、岩淵、浦和味噌の型台車と9600の目黒、武蔵小杉砲台車の電動機は準備工事として、MT 比は 3M3T 相当となった。台車のマイコンによる空気バネ制御装置は3次車までは装備したが、4次車以降はコスト低減や従来の台車でも、 十分に安全性が高いことなどから取り留めとなった。車体では外反溶接の一部に摩擦角反接合 FSW を採用し外観見つけの向上を図った。行き先表示器は LED 式で当初から側面にも設置されている。なお、第20.21編成のみ車両間転落防止ホルを装着している。車内は 内張りは化粧板などの内装品の光沢仕上げをやめ、艶消し仕上げに床材は紺色の二色濃淡柄に変更された。袖仕切りはアルミ製の大型仕切りか、座席下にある暖房機は吊り下げ式とした。ただし、客台は小型化されたものの残されている。さらに客用ドアと連結面貫通扉の内張りを更新時に交換可能なものへ変更し、 ドア本体のリサイクルが可能なように変更した。相互直通運転開始に伴い地上区間を走行することから、側窓のロールカーテンと側面の行き先表示器を新生児より設置した。当初より東急目黒線対応とされ、a t o にタスク機能を搭載、東急線対応の列車無線装置を搭載した。車上 CCTV 設置により、地上区間における モニターの視認性向上のため全面ガラスに遮光フィルを貼り付けされた。TIS は、伝送方式の変更と指令伝送の二重経過、従来は設定機で行っていた自動放送、行き先設定を TIS に内蔵した。2000年、平成12年9月のメグロ業を前に、第01から15編成までの全車両に、 東急目黒線直通対応化改造が施行された。施行内容は以下の通り。2009年、平成21年に約9年ぶりの新車として、第22.23編成の2編成が製造された。4次車以来の増備となるため、以降に新造した半蔵門専用の08系や有楽町線、副都心専用の1万系の設計紙を取り入れている。 五次社は従来車両よりも車内快適性の向上、使いやすさの向上、環境負荷の低減、火災対策の強化、車体強度向上を目指したものとした。導入する2編成のうち、一編成は同年6月6日に実施されたダイヤ改正時の列車増発用、もう一編成は2016年実施開始の大規模、改修工事時の予備編成確保用としている。 製造は2編成とも日本車両製造が担当した。同年1月と3月に搬入され、5月22日から営業運転を開始し、運用上は従来車と何ら区分されることなく、共通に使用されている。外観では、約9年ぶりの心臓車であることを明確にするために、フロントガラス形状はそのままに、フロントガラス以下のデザインを変更し、スカートを設置した。 シールドビーム式前、消灯、微灯は、ケース形状と、東部形状変更、角型丸型し、前面のラインカラー体は、フロントガラスカブの形状に合わせてカーブした形状とし、側面部とは、流れるようにつなげた。側面は、側窓状にもラインカラーを追加したほか、倉庫のラインは、配色が上下が逆となり、車端寄りの部分は、モザイク状に処理をして一体感と躍動感を、 イメージし外観とした。側面の車両番号表記は外反下部から飛ぶクロブに変更されている。車体構造は同じ日本車両製造製である 08K で採用した側構え体をシングルスキン構造からダブルスキン構造とするセミダブルスキン構造を採用したほか、車体端部には三角形の断面構造を持つ衝突柱を配置し、 これを車体台枠から屋根構え体まで貫通させ、さらに、側構え体に直接接合する構造としている。さらに、台枠と側構え体床上面結合部の溶接位置を変更することで、衝突事故時における安全性の向上を図った。車体は、従来車両よりもアルミ合金材質の統一を図るモノアロイ化を実施し、廃車時におけるリサイクル性を、 さらに向上させた。このほか、床面高さを1 0ト、mm、ル、低い線1 4 0ト、mm、ルとし、ホームとの段差を減少させた。また、従来車において、正面左上窓に貼り付けしてあった、シンボルマークは省略された。車内は快適性の向上や使いやすさの向上などのため、仕様が見直されている。特に火災発生時に有毒ガスの発生源となる。 FRP や塩化ビニル材料の使用を取りやめている。内張りは白色系の化粧板仕様とし、床材はエメラルドグリーンのゴム材を採用して、車内を明るく見せる配色とした。座席は従来車と同様に、一般席は紫色、優先席は青色のバケットシートであるが、掛け幅を 450mm から 460mm に拡大した。 座席詰め物には従来からのポリエステル面のほか、スプリング構造のクッション材や中空エラストマーを重ね二重構造として座り心地の改善も図っている。袖仕切りは白色の大型仕切りで仕切り板上部の外側は黒色として明るい車内をシャープに引き締めるアクセントとした。ドアガンの七人掛け座席部では新たにスタンションポール、握り棒を2本設置した。 車端部では7人がけ座積部よりも網棚高さを 100mm、低い 1700mm とし、優先積部では、吊り革高さを 80mm 低くして、床面上 1660mm から 1580mm へ、使いやすさを向上させたものとした。優先石袖仕切り部の握り棒は、オレンジ色のエンボス加工品を使用している。側面脚用扉は、 扉窓ガラスを複装構造から単板ガラスへと変更したほか、側面出入口下部、靴ずり部には黄色の出入り口識別表示板を配している。ドアチャイムは1万系などと同じ三打式に変更され、各扉のカモイ下部に扉の開閉に合わせて赤く点滅するドア開閉表示灯が新設された。この開閉表示灯はドア開閉時のほか、 運転台の乗降促進放送を明動させる際にも点滅する。ドアエンジンは当初より減圧機構付きとされたほか、4次車まで採用されていた車内客用ドアの飛ぶクロブニルと平均値センサーは省略された。各車両間にある扉のドアクローザーは新開発のものを使用し、事故防止、出荷対策の観点からドア下部に生ずる隙間を発生させないようにしているほか、 緊急時に人力で開きやすいようになっている。車内の案内表示器は LED による二段表示式から見やすさ、より多くの情報を表示できる液晶ディスプレイ、LCD 方式に変更し、各客用、ドア上部に1台を設置する。表示器を設置していない左側は路線図などを掲出するスペースとされているが、将来的には2画面化。 東京メトロビジョン設置が可能なよう準備工事を施行している。冷房装置はインバータ制御による容量 48.9kW 42000kcal ロロ h から稼働率制御方式 o n オフ制御式 cu768k による容量 58.0kW 5000kcal ロロ h に増強されている。また、ご自社では 駅部における温度上昇対策のため、駅構内では空調装置からの排熱を抑制する機能が追加されている。運転台をはじめとした乗務員室内の機器配置などは取り扱いを考慮して、従来車に準じているが、一部仕様が変更されている。速度計と両端にある保安表示灯、マスコンロッチ表示灯は1万系と同様の平板な形状としている。また、 ホームドア表示灯はマスコン台から保安表示灯部に収納された。車両情報装置 TIS は空調装置の指令機能と前頭点滅機能を専用スイッチから TIS モニター経由の操作に変更した。運転台前のフロントガラスには車高用カーテンが設置された。編成形態は一部変更され9300系。 M2 に代わりシンク分形式となる9400系簡易運転台付き T 車を申請し、MT 比は完全な 3M3T 構成とした。走行機器は、主電動機出力や、歯車比については従来車と同一であるが、機器類は1万系の仕様が取り入れられ、設計変更が加えられた。主回路は三菱電機製の2レベルイベット、VVVF インバータ方式。 pg センサレスベクトル制御、純電気ブレーキ対応とし、電動機制御は 1c4m1 群に群構成とした。歯車比は従来車と同様だが、1万系で採用した新設計の駆動装置を使用し、振動と騒音の低減、保守性の向上を図っている。補助電源装置は、東芝製の249馬出力の静止系インバータ3章。 交流 440V 出力に空気圧縮機はレシプロ式から低層音かつ保守性に優れた一体箱型状のスクロール式に変更した三菱電機三 v 3 3 1 c 型。台車は走行安全性向上や和え調整作業などの保守性向上を目的に住友金属工業製モノリンク式台車である FS777A 型に変更され、 南北線では初のボルスタ付け台車となった。パンタグラフは騎士型からシングルアーム式に変更し、1編成あたり3機搭載とした。2016年、平成28年度から2018年、平成30年度にかけて本系列のうち1次車である、第01から08編成のリニューアルが実施されることが発表された。 リニューアルされた第5編成は2016年8月15日から運行を開始した。2019年に対象編成へのリニューアルが終了した。車体や車内の主な変更点は以下の通り、これに伴い走行機器類も更新も実施。制御装置、VVVF インバータには高効率なフルシック、モスヘッド素子を採用。補助電源装置、SIV は、 千代田線416000系4次車で採用された並列同期休止点方式を採用。この方式によって通常土器は編成中の2台の SIV が強調し各車両に電力を併給しているが低負荷時には1台の SIV で編成全体に電力を併給しもう1台の SIV は休止する。これにより稼働台数が減らせるため従来よりも省エネ化が図られる。 これにより、クロスシートは廃止され、現在では京王新五線系クロスシート、デュアルシート車を2017年9月に79年ぶりに導入した京王電鉄と入れ替わるように、東京メトロは大手私鉄で唯一クロスシート車を有しない鉄道事業者となっている。運用区間は東京メトロ南北線、目黒赤羽岩淵間、相互乗り入れ先である東急目黒線、 目黒ロ日吉間、埼玉高速鉄道線赤羽岩淵、浦和美園間である。営業外列車や臨時列車によってはこれ以外の区間、路線を走行する場合がある。6両編成23本すべてが王子検築に所属している。最大運用数は21本で、予備編成は2本である。なお、車体洗浄と車輪添削は、 埼玉高速鉄道の浦和みその車両基地、定期検査は、千代田線の綾瀬工場において行われる。優先席は、1号車と5号車は、南側、日吉、目黒寄り、それ以外は、北側、浦和美園、赤羽岩淵寄りに設置されており、赤羽岩淵側から1号車、2号車、3号車の順、モケットは古いものでは青字にシルバーライン入り、 新しいものは青色に柄入りである。弱冷房車は4号車、車椅子スペースは2.5号車、ビリオサム工事完了車は各車両に設置されている。パンタグラフは5次車も含め全ての編成で9200、型と9600系、2号車と4号車に搭載している。本系列では2022年度以降に2両、増結して8両編成化し、 相模鉄道直通対応を実施することが報道されたが、8両化及び対応する編成は一部のみとなり、またその編成数については未定となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。